アニメのオープニングやれるってなったら何のアニメやるって面白いね。え、なんだろう。でもなんかちょっとグロテスクなアニメの曲とかやりたいっすね。もうハイパー、もうザ・神祭みたいな紫色。色で言ったら紫色の神祭か赤の神祭。個人的に赤の神祭は修羅の巷とか、あとは、あとね、なんやろね。紫は揺らめいてとか、僕にやってとか、あ、怪獣八号いいね。怪獣八号やりたいわ。うん。あ、パーフェクトルーキーズはね、赤だね。解放宣言も、解放宣言なんか赤緑みたいな感じ。わかる？この色の感じわかります？解放宣言なんか赤緑なんよね。遺言状は紫緑みたいな。揺らめいては紫。胡蝶蘭はピンク？ピンクかな。え、怪獣八号、くっそおもろいよね。もうなんかこんなアニメでやばい、もう来週早く来てって思うアニメもなかなか珍しいぐらい。あれ？てかさ、配信されてんじゃないの？もうこれ12話。まさか。飛行機で見よう。怪獣八号。怪獣八号誰推し？いや、まあでもカフカっすね、僕やっぱ。カフカ。カフカがあんな上司欲しい。ああいう人がなんかいたら士気が上がりそう、このチームの。